今回はね、草刈りのコツについて、まあ、お伝えしたいなと思って、ここ2の部分ね、やっていきたいなと思います。で、まずまあコツっていうかポイントとしては、まず向こう側にやっていきます。そしたら折り返してきます。それをまずやってみます。まあ、なんでそれやるかってことはまず後で説明するんで、まずやってきます。で、一通りやりました。この真ん中あたりね、こっちかね、ここに集まってるんだけども、カリバラ駅ってね、だいたい右から左にね、刈るんだけども、その時チップ層 A のところちょっと持ってくる ね。これでね、こういうふうに右から左に刈るのね。この円のとこ、円のチップ層っていうんだけど、ここの4分の1、ここが一番切れる場所で、ここでズバッと刈るんだけども、その時一緒に草をね、ちょっと斜めにしてやるとスッと持ってこれるんで、水平だとできないです。ちょこっと斜めにするとふっと草ごと刈った草を横に寄せることができて、それを繰り返していくと、ね、こっちが 右から左に集めて、向こうから行ったら向かって左から右に集めて、一直線に草を集めることができます。これがまず大事。草を刈ってそのままにするっていう人は、まあ、そんなにいないと思うんで、やはりこういうふうに集めやすいように、調整しておきます。これが一つのコツね。で、それをフォークで集めると。で、このフォークで集めるときもちょっとコツがあってね、まあ、ちょっと集めてくるか。でね、この山、草の山、ただ持ち上げても、ね、こぼれやすいのね。まあ、まだこぼれなかったけれども、これこぼれやすいんで、こういう時のコツが、足で踏みます。で、集めます。で、重ねます。また踏みます。で、回ります。で、また踏みますと、キュッと、こっちのもキュッとで踏んで、最後これをブスッとね、こうすると、ね、コンパクトにまとめて運ぶことができます。で、これを堆肥置き場なりどこなりと持って行って、堆肥にして土に入れてあげると、とてもね、いい堆肥ができて土ができるんで、こういうやり方でやってみてください。おさらいすれば、カリバラ駅はちょこっと斜めにして、まあ、斜めになるように俺調整してるんだけどね、この持ち手の部分をね、ちょこっと本当はちょこっとこっち側なんだけども、それを傾けて全体的に勝手に斜めになるように、で、持ち手の部分平行じゃないです、こっちとこっち持ちやすいように自然と斜めになるように作ってます。付け替えました。で、このチップスを斜めになるように振ってあげて、一直線に集めて、そしてさっきみたいにフォークで何回も折り重ねてぶっ刺して持っていくと、こうすると効率よくね、集められます。まあ、結局人海戦術にはなるんだけれども、人の力でね、人力になるんだけれども、これが一番やりやすいかなと思います。で、カリバラ駅はね、ホームセンターで売ってる2万円のもんだったら 2,3 年で不調になってきます。俺使ってるホンダのカリバラ駅、買った時 4,5 万だったかな、4万なんぼだったけど、今 5,6 万するよね。なんかネットで見れば、これね、ホンダのやつ、どこにホンダって書いてある、あったね、ホンダのやつ、これはね、すごい持つ。今でもエンジン一発始動、 6年使ってるけれども、エンジン一発始動、本当に。だから高いけれども、後のことを考えるとやっぱりいいかなと。で、もし家庭菜園レベルで、そんなに面積がないっていう人であれば、電動のものもあるんで、バッテリーを充電して使うやつ、そっちの方が使いやすいかな、きっと、うん、だけども、やはり面積が大きくなるところであれば、エンジン式のもので、なるべく俺はフォーストをおすすめします。ホンダのものをおすすめします。
やはり牧田だとか両備とかいろんなとこ使ったけれども、ね、あの研修先とかで使ったけれども1年でダメになるものも結構あるんで、安いものだとある程度いいものを使った方がいいです。本格的にやるんであれば。すごい乱暴に扱ったよ、ホンダのこのカリバレーキね、相当使った乱暴に、うん、それでも6年経った今でもエンジン一発始動なんで、オイル交換をしなきゃダメなんで、ツーストはオイルとエンジン混ぜてそれを入れるだけでいいんだけども、これはオイル交換して、ガソリン混ぜてないガソリンだけ入れるやつなんだけども、まあ、ちょっと手間はあるけれどもこっちの方がおすすめかなと思います。まあ、これでね、草刈り少しでもね効率よくやれるようになればなってくれればなと思います。とりあえずね一直線になるようにできるんで、このやり方やってみてください。これも1年目でこれ農家さんに教えてもらってすごく今でも助かってるやり方なんで、まあ、ぜひ一つ参考になればな、幸いだなと思ってます。